はい、皆さんこんにちは。エルトラックモデルプレイヤー高畑圭介です。今月のテーマはファンダメンタルということで、僕は、いろんな基礎があると思うんですけど、僕はシュートが得意なのでシュートのファンダメンタルをやりたいと思います。シュートのファンダメンタルで絶対することは、試合前にまず絶対ストレッチをします。この手のストレッチですね。手、これ見やすいようにするんですけど、手をまっすぐストレッチするんですけど、この手首をこの手のね、こうしたら手が上に向いてるとして、この手の上にするように、こっちでも上に向けるようにします。でこれをストレッチして、しっかりまっすぐボールがこう行くようにね、行くようにこのストレッチ絶対します。このファンダメンタルっていうのと、シュートを打つときに、一番大事なのはこう自分のラインというか、シューティングラインが大事なので、リングの真ん中と自分のつま先を絶対つなげます。それでつま先、膝、腰、ボールで肘で、これがシューティングラインとして、ボールの真ん中として、ここでつま先、膝、腰、ボール、肘っていうように、この肩、このここのライン、シューティングラインに全てを揃って、ここでまっすぐシュートを打つっていうのを絶対意識してます。なので、常にこうリングの真ん中から自分のボール、つま先、膝、腰、ボール、肩、このまっすぐのラインを常に意識してシュートを打つということを、常々意識してます。なので、最初の練習前は絶対にストレッチをした後、シューティングライン結んで片手でまっすぐシューティングします。3本やって、1歩下がって3本やってフリースローやるっていう形でやってます。僕はこういう基本のことを、常に意識してます。やっぱシュートで生きていくためには、どれだけシュート磨くかっていうのが大事なので、こういう細かいところを常に練習前、試合前やってます。なのでみんなも自分の得意なところを、見つけて、何か一つでもいいので、それをファンダメンタル大事にしてやってほしいと思います。言葉でだけでしたけど、しっかりこのラインをね、作ってまっすぐ打つということを意識してやってるので、皆さんもやってください。はい、それでは今月は以上でした。ありがとうございます。